これから進化のプロセスを遡り、我が内なる獣と対面し合一する。足、手足、ゆっくりゆっくりと力を抜いて、まず体の力を抜く。頭、腕、胴、リラックスする。呼吸は楽に楽に、そう、体がだんだん重くなってきた。重い重い。重くなった体がだんだん下へ下へ。今マットレスをくぐり抜けて下へ、さらに下へ。ひんやりした大地のさらに、地面をくぐって下に降り、下へ下へ。ダウンダウンダウン。周りは真っ暗だ。ようやく目が慣れてきた。まだ体は下へ下がっているが、目の前にぼんやりと大木の根のようなものが見える。これが進化のプロセスを示す系統樹の根だ。さらに降りる。ダウンダウンダウン。目の前をさまざまなイメージを横切る。小さかった頃の思い出、さまざまな動物の影と、突然大変な熱を感じる。遥か下方に赤い明かりが見え、その明かりがどんどん近づいてくる。その明かりは燃え盛る炎、マグマ。あなたのうちに眠るあなた自身の意志と力の炎である。あなたは今や闇の中に炎に身を包まれている。感じるのは力、気力、バイタリティ、性欲、原始の性への欲求。赤い炎の渦の向こうから黒い影が近づいてきた。その影はだんだん大きくなっていく。動物だ、獣だ。鋭い牙、爪、巨大な体、そして角。目を凝らしてよく見てほしい。その獣は何か。白熱の力線を放つ獅子、それとも黄金色の翼を持つ鷹か、またはエメラルド色に輝く鱗を持った巨竜か。その獣こそ
新たな力、意志、魂の本体だ。その獣があなたの守護獣なのだ。獣はゆっくり近づいてくる。あなたは両手を広げ、その獣を抱きしめる。巨大な力、圧倒的な迫力、その獣はあなたの中に溶け込んでいく。燃え盛る炎の中で、あなたは獣との合体を果たしたのだ。そのままこのように宣言せよ。我こそ獣の王、王子にして祭司、我こそ神なり。そして獣の力を体に蓄えたまま、今度は地上の肉体を目指し上昇する。今度は大変なスピードだ。さまざまなイメージ、幼い頃の思い出、さまざまな動物、そして再び目の前に系統値の根が現れ、さらに上へ。アップワード、アップワード、アップワード。地表を抜け、マットレスをくぐって、そして眠っているからね。今や体と獣、そしてあなたの霊は一つと化した。獣の力、獣の魔力はあなたのものだ。もし自分の望むことがあれば、心の内に獣の名において命ずるよ。その望みは必ず叶うである。獣はあなたの